毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテイ・ショーノでございます。最近、なんか悪いことが続くな。調べてみれば、 どんな悪いこと怖いことにも原因というのがあるんですね。江戸時代あるお代官の屋敷で粗相をした女中のオスは粗相と申しましても皿を割った程度のことなんですが虫の居所の悪いお代官がオスはを切り捨てまして最後は庭の井戸に放り込んでしまいます。ところがその次の日から 井戸のある庭先で夜中になりますとバタ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 ,バタという音火の玉がボーっと障子に移りますってとすすり泣くような声でオスワドーンおスワドーンという声がはっきり聞こえるお代官はすっかり怯えてしまって 翌日から強い家来にこの幽霊退治を命じます夜中に家来が刀を構えてこう待っておりますってと急にバタ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 という音かと思うや否や障子に火の玉の明かりがボーッと映りましてオスワドーンオスワドーン あれお迷ったかと障子を開けてみますと夜泣きそば屋が渋内ちでバタ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 と火を起こしながら「おそばうどーんおそばうどんあなれ幽霊の正体はそば屋か!」。せよって その方の首、叩き切ってお代官に差し出すこととするお侍様、それだけはご勘弁を。何とぞ、その代わり、その代わりに大事な息子を差し出しますので。何息子などどこにもいないではないか。蕎麦屋が引き出しを開けますと、この蕎麦子でございます。蕎麦の粉ですから、蕎麦屋の子でございます。 おのれ、ふざけたことを申すな。こんなもの身代わりにとってどうするんだ。はい、手打ちになさいます。小さいことであっても、何か悪いことが続くなと思っている方、家で悪い方位で生活をしているのか、ご自分の運気が悪い時期に差し掛かったのか、風水鑑定や四柱推命で、 その原因を突き止めましょう原因が分かればあとは手打ちにするだけですお問い合わせはアーテイジアスクエアのドラゴンゴッドまで最礼なナ,パナー一泊いでございます小音亭ショーノさんでしたドラゴンゴッドお問い合わせは3107871891まで。